はい、どうもこんにちは、クレンゲリオンです。本日はですね、ちょっとセガキャの方でまたね、善逸くん復活したので、ちょっと再トライってことでね、3回目なんですけどやっていきたいと思います。ということでね、まあちょっと一発目は微妙にあんま動かなかったんですけど、まあね、さすがにもう3回目、4回目なのかな、ちょっと僕見ている限りだと3回目ぐらいだと思うんですけど、3回目ぐらいになったので、さすがにもう設定が優しくなってるんじゃない仮説っていうのをね、ちょっと検証していきたいなと思います。はい、ということで、まずは1手目ですね。はいはいはい、まあね、相変わらず横ハメっていう形でね、攻めていこうかなと思うんですけど、まあそんなにでも前回とどうなんでしょう、変わってないかなっていう感じですね、進み具合。はいはいはい、いかがでしょうか。どうですかね、やっぱ相変わらずねずこはね、3回目4回目わかんないですけど、復活するたびにね、ほんと予約が埋まってて、これ閲覧数っていうんですか、目のマークが出てるやつ、閲覧数なんかもね、多い時だとほんと50とかね見られてね、これやる側もすげえ緊張するだろうっていう感じなんですけど、まあ、今回ね、僕のプレイは何人だ、6人しか見てないんでね、のびのびとやっていきたいと思いますが、はい、どうでしょうか。そろそろね、おっと全然ダメっすね、ソフトタッチスタイルっすね。そろそろね、もう設定も優しくなってもいいでしょうっていうのと、あと実際どうなんですかね、オンラインでこれだけ出てきちゃうと、やっぱセガさんの方は実店舗復活しないんですかね。そうすると実店舗で出てくるのどこですかね、ラウンド1と、あとはアドワーズとかですかね、実際復活するのは。はい、そんな感じでね、全然優しくなさそうなんで、ちょっともう一回チャージしなきゃいけないっていうことで、一旦チャージしていきたいと思います。はい、ということでチャージ完了したので再開していきたいと思います。いやー、どうなんでしょう、今のところね、全然希望が見出せないんですけど、そろそろ横にはまってほしいんですが、微妙ですね。やっぱりちょっとなんでしょう、アームの本体というか、あれがこうグイッて張りすぎちゃうと、なんか揺れちゃうんですよね、上がってくるとき。そうするとあんまこうパワーが伝わんないのかなと思うので、そんな感じだから、あんまりこう寄せすぎて傾いちゃうぐらいだったら、そう、こういう感じでね、あんまり傾かないようにしてやった方が動くんですよね。はい、よかった、今口だけにならなくてよかったですね。僕もね、やっぱオンクレよりもやっぱ実店舗の方がね、うまくできるんじゃないでしょうかね。皆さんもどうなんでしょう、オンクレが得意っていう人はね、まれにいますけどね、なんかツイッターとか見てると、ほんと上手い人はね、どんだけオンクレで飛んねんって、おっと倒してしまいました。はい、そんな感じ、ちょっとね、一回倒れちゃったんで、また恒例のお問い合わせタイム行きたいと思います。ね、お問い合わせで景品横に起こしてくださいって言うと直してくれるので、ちょっとこれで待ちたいと思います。はい、ということでね、アシストいただいたので、ここから続行していきたいと思います。さあさあさあ、しっかりね、これを落としていきたいところですが、おっと危ないですね。ギリギリ、いやー、ちょっとね、最初にお話したんですけど、これ一応検証っていうことでね、再チャレンジしたんですけど、今んとこ体感あんま変わってないですね。どうなんでしょう、むしろちょっと難しくなってるのかな。まあでもね、相変わらずやっぱりやってる人がいるんで、まあ、今回もね、すぐなくなっちゃうんでしょうけど、おお、ギリギリっすね。いやー、ちょっとこれまたチャージしないといけないっすね。今2000円目、2000ポイントぐらいか、なので10手、13、4ぐらいで取りたいっすね。あと2、3手、どうでしょうか。はい、入れていく。おっと、また倒してしまいましたね。はい、早速もうすぐ問い合わせ。ほんとね、スタッフの方には申し訳ないんですけどね、やっぱこちらもね、できるだけ安く取っていきたいっていうところでね、ここは抜かりなくやりたいと思います。はい、それではしばしお待ちください。
はい、ということでね、チャージもついでにやっておきました。お、今あれ店員さんなんか優しさですかね、ちょっと平行移動も一緒にしてくれましたね。ありがたい、ありがたい。さて、そろそろね、落としちゃえばね、結構早いんですけどね、落とすまでがなかなか。やばい、やってしまった。スタッフさんごめんなさい、申し訳ない。ちょっとね、一回自力で起こせるかやってみましょうか。さすがにね、頼みすぎちゃうのもあれなのかなと思うんで、ちょっと一回自力で起こしてみましょう。さてどうですかと。ダメですね、ごめんなさい。ちょっともう一回お問い合わせさせていただきます。誰か助けて。はい、ということでね、直していただいたので本当申し訳ない。さすがにもうちょっとミスらないようにね、しっかりと手前を落としていきたい。いけるんでしょうか。おどうですか、ちょっとバーで、ああ行きましたね、よかったよかった。まあ、ここまでね、落ちちゃえば基本的に復活してくることっていうのはあんまりね、この設定はないと思うんで、こっからね、しっかり落としていきたいなと思います。ちょっとポイントもどうだろう、今2400ポイントぐらい消費してんのかな。はい、ちょっと押しながら押さえつけてね、行きたいんですが、入っちゃいましたね。はい、こういうとこですね。おー、なんか変な動きしましたね、今。ん？なぜか逆側が上がってきましたね。カード入っちゃったんかな。さあさあ、次でもうチャージはしたくないよ。そんなあなた、そろそろ取りましょう。ええ。いやー、これ、んー、こんなもんで消していきたい。あー、本体でね。最後、本体押しでしたね。はい、ということでどうでしょうか。2000、3000ポイント近くかな。まああんまりいい感じじゃなかったですね。変わってなかったですね、正直。まあまあ変わってないからいい方なのか。はい、ってな感じで本日は鬼滅の刃キューボスケット再トライしていきましたが、どうでしたでしょうか。あまりね、いい結果じゃなかったかなと思うんですけど、はい、そんな感じで本日の動画以上になります。ありがとうございました。